どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在、この動画を撮影しているのが3月25日の月曜日なんですけれども、今回の動画は開幕直前、岡田監督がそれぞれ決断した最新入れ替え問題についてです。開幕まであと少し、1軍メンバー絞っていく段階ですが、その中で複数の選手がこのタイミングで2軍合流、で、それには一体どういう背景があるのか、この点についてお話をしていきます。 よかったらぜひとも最後までご覧いただけると嬉しいです。では早速お話をしていきますが、オープン戦全日程も終了し、いよいよ開幕を迎えます。で、その開幕を迎えるにあたって、1軍メンバー絞っていかなければいけないんですが、連日様々な入れ替えが行われてますよね。 オープン戦最後のカードとなった、バハローズとの3連戦。その前には若手、石黒投手、高寺選手、この2人がそれぞれ2軍合流。逆にこのタイミングで原口選手が1軍に上がってくるなど、いろんな動きがあったわけなんですが、まず石黒投手に関しては、本当に大逆転での開幕1軍もあるかと、まあそういう状況だったんですが、先日2軍戦に登板。先頭バッターにフォアボールは与えたものの、後続を3連続アウト。石黒投手はその登板振り返って、 もっとゾーンで勝負できるピッチャーになれたら、経験を積んで、また一軍に上がれるように頑張りたいと、このようにコメント。ジャイアンツとのオープン戦で高騰したことで、間違いなく一年間戦う中で戦力、首脳陣はそのように見てるでしょうし、野手で言うと高寺選手もそうです。オープン戦では8打数2安打、打率2割5分を記録し、先日二軍戦では3打数3安打2打点。しっかりタイミングを取れてるんで、一軍レベルになっても、その中で結果が出るようにやっていきたい。 バッティングでも守備でも足でも打率4割近くとかそういう圧倒的な数字を残し続けてアピールできたらとこのように力強いコメントも出しています。まあ、特に高寺選手に関しては1軍に呼ばれる前の段階でものすごい数字出してましたから、で、和田二軍監督も先日の3安打を見て今年ずっとキャンプから良かったから。 練習試合、教育リーグといい状態が続いて、一軍のベンチに座る機会もあって、いろんな勉強になったと思うし、いろんなことを感じてこっちに合流して、また上に上がりたい気持ちも強くなったと思う。今日のバッティングは今まで通りというか、今年の高寺のバッティングができたと思うんで、これは続けてほしいねと、このように評価もしています。石黒投手も高寺選手も、できればオープン戦最後まで一軍で走り切りたかった、そういう思いはあると思いますけれども、これは和田二軍監督も話していましたが、まだ一軍二軍決まったわけじゃない、まだロースター発表になったわけではないと。 まだまだこっちの選手にもチャンスはあると、こういうコメントを出してますんで、引き続き猛アピールに期待です。で、1軍は昨日でオープン戦を終え、金曜日の開幕を迎えるという形になりますが、このタイミングで2軍のゲームに出ると明らかになったのが、梅野選手です。梅野選手といえばキャンプ中、右肩肉離れがあって戦線離脱、2軍で調整続けてきて、23日のバファローズ戦から1軍復帰を果たしていました。ですが、梅野選手も実戦復帰して、まだそこまで多くゲームを積んでるわけではありませんからね。明日、明後、ウエスタン、バハローズ 戦があるわけなんですがそこで梅野選手は調整出場でその明日明後日自身の今シーズン初登板に向けて調整登板となるのが村上投手と伊藤投手なんですでこれは岡田監督キャンプ中から話をしていましたが昨シーズン組むことが少なかったバッテリーを試したいと、まあ、村上投手や大竹投手もうこの2人は1年間坂本選手が引っ張っていたんで逆に言うと梅野選手は村上投手や大竹投手のボールを受けることがなかっただからこそ2軍で調整できるこの期間、まあ、ちょうど村上投手が投げますからね、まあ、そのタイム タイミングで梅野選手が2軍にに行ってバッテリーを組むままあ、そういうい流れになりますですので、今回の動きで、オープン戦最終盤のキャッチャー起用を見てると、もしかしたら保守二人体制、これもあるかもしれませんね。オープン戦マスクをかぶった選手は合計5人、坂本選手が一番多い18試合で、長坂選手が6試合、藤田選手4試合、坂枝選手3試合、で、梅野選手が最後に2試合。ま、あこの5人の中から開幕1軍キャッチャー選ぶわけなんですが、まあ、坂本選手と梅野選手は硬いでしょう。で、他の野手の登録、で で、ピッチャーが今後中継ぎ9人になる可能性が高いですからね。まあ、となってくると野手を1人減らさなければいけない。まあ、そういう判断にもなってきますし、もしキャッチャー3人体制で行くのであれば、坂本選手の次に多くマスクをかぶった長坂選手が堅いかなという風には感じますね。まあ、本来であれば藤田選手や坂枝選手、で、キャンプ1軍スタートだった中川選手など、岡田監督が求める新戦力、若手キャッチャーの台頭も期待したいところだったんですが、まあ、これは長坂選手も含め、岡田監督リードに言及することも多かったですから、となって 来ると現実問題1軍全体体枠のバランス考えてキャャッチャー2人体制でスタートする、まあ、その可能性ももあるかもしれませんですので明日明後日と2軍のゲームに出る梅野選手に関しては、いわゆる調整、まあ、この2試合でしっかり調整して、再度1軍に戻ってくる、まあ、そういう流れが濃厚ですが、このタイミングでもう一人2軍合流となるのが三重節選手です。三重節選手はオープン戦15試合に出場し、27打数5安打、打率が1割8分後に、ツーベース1本、ホームラン1本、打点が4、 フォアボール2つで、出塁率が2割3分3厘、OPS が567、得点圏打率3割3分3厘という数字でした。ミエセス選手は春のキャンプからずっと一軍態度、まあ、レフトの守備につきたいということで、まあ、自ら志願してね、まあ、軍のゲームに出ることもありましたが、まあ、ずっと一軍態度を続けていました。ですが開幕直前というタイミングで今回二軍合流、まあ、これは一つ岡田監督の決断なのかなっていう風にも感じますよね。やっぱり春のキャンプスタート時点と、今の外野手事情はガラッと変わっています。まあ、やはりオープン戦、最後まで アピールし続けた前川選手の存在もかなり大きいでしょう。ま、昨日も前川選手はツーベースを放って、オープン戦12球団トップの6、人類だ。ジャイアンツの開幕投手は戸郷投手ですから、前川選手の開幕スタメンは硬いでしょう。で、右足の状態が心配される森下選手ですが、昨日のゲームは代打で出場。ま、メンバーがいなかったという背景もあってね。ま、岡田監督は森下選手を起用した。ま、こういうコメントも出していますけれども、森下選手は今の状態について、特に思うことはないです。普通にやったって感じです。 足の状態がどうこうというよりかは、やるしかないと思ってます。もう準備万全という感じなんで、あとは本番迎えるだけと。このタイミングで右の三重瀬選手が二軍合流ということは、まあ、ある程度森下選手が開幕から行ける。まあ、そういう目処が立ってるのかなというふうにも感じますよね。で、何より今後の外野事情を考えていく中で、状態気になるのが近本選手。2試合連続でベンチ外という形になりましたが、近本選手は今の状態について大丈夫です。 順調に来ていますし、自分のやりたいことはできたと。まあ、岡田監督は昨日のゲームを終え、一番心配なのは近本やと。こういったコメントを出していましたが、この近本選手のコメントを見る限り、開幕はいけそうかなっていうところもありますよね。まあ、ただ正直こればっかりはわかりません。もう本当に近本選手はチームの大黒柱ですし、開幕から元気にスタートを切れる。まあ、これが一番ですけれども、岡田監督は開幕ダッシュもそうですが、一番大事なのは終盤だと。これは去年から言い続けてますからね。ですので、もしかしたら開幕は無理させない。 はい。そういう方針貫く可能性もありますけれども、まあ、近本選手本人がいけるとなれば、まあ、もちろん一番センターで起用という形になるでしょう。ですので、昨日のオープン戦を終えた段階で、一軍態度となっている外野手は合計6人。森下選手、近本選手、ノイジー選手、島田選手、前川選手、小野寺選手、この6人。もちろん、三重セ選手も一軍で走り切りましたが、このタイミングで二軍合流、まあ、梅野選手と同じく多く打席に立つため、まあ、いわゆる調整とね、捉えることもできるかもしれませんが、まあ、やっぱり外野手の面 ンバーも絞っていいいかななけければいけないんでやっぱり外野手登録の枠も限られている。まあ、去年も大体6人から7人で戦っていた中で、もうオープン戦見てると、上田選手が外野で14試合守ってるんですよね。オープン戦出場数だけで見ると、外野手の中でも3番目ですから、やっぱり内野だけじゃなく、外野を守れるとなると大きいですね。まあ、ですので、近本選手の状態も気になりますし、まあ、ギリギリのところで島田選手も1軍合流、で、上田選手も外野を多く守ってるんで、本当にキャンプが始まった時から考えると、外野手事情もガラッと変わっています。まあ 本来なら、井上選手や野口選手が、この枠にバシッと入ってきてくれるのが、まあ、岡田監督の理想だったとは思います。ただ、野口選手は1軍合流果たしたものの、すぐに2軍へ。で、井上選手は状態が良かった中で故障。まあ、今週あたりから徐々にね、まあ、強度を上げていくという報道もありますけれども、現時点で井上選手の開幕1軍スタートというのは厳しいでしょう。まあ、外野手事情、かなり変わっていくことが予想されますが、開幕に向けてどんな運用を待っているのか、引き続き注目していきたいなと思います。はい、ということで、今回の動画では、開幕直前、入れ替え3 最新情報をご紹介していきました。 ま、ミエセ選手もずーっと1軍で走っていましたが、やはり外野手事情もかなり変わっています。まあ、外野手は特に打たないとね、まあ、なかなか残れない部分もありますから、まずはしっかり2軍で調整、状態上げてもらって、今年こそ真の主役になってくれることを願って、今後も見ていきましょう。皆さんは今回明らかになった最新の入れ替えについてどう考えますでしょうかよかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル チャンンネル登録グッドボタン押ししていいただけると嬉しいです皆さんのおかげでこの阪神情報客チャンネル登録者5万4100人突破いつもありがとうございます皆さんのご視聴コメント高評価チャンネル登録が励みになってます次は目指せチャンネル登録者5万5000人ということで今後とも阪神情報客何卒よろしくお願いいたしますではまた次の動画でお会いいたしましょう 毎日、トラホー、ありがとうございました。今2軍で調整している選手でも、逆転での開幕1軍も十分考えられます。これから一体どんな登録が進んでいくのか、引き続き注目していきましょう。ではまた